続いて日本共産党の政見放送ですお話は党委員長 c 和夫さんと俳優の浦吉優香さんです c さんこんにちはこんにちは c さん共産党はこの総選挙で何を一番に訴えているのでしょうかまず自民公明の政権を退場させようそのために自公政権と真正面から対決してきた日本共産党を伸ばしてくださいと訴えています 同時に自公政権を退場させた後にそれに変えてどういう新しい政治を作るのか私たちは国民の暮らしと権利を守るルールある経済社会を作ろう憲法九条を生かした平和外交に転換しようと呼びかけています、うん、暮らしと権利を守るルールある経済社会具体的にはどういうことですかまず人間らしい労働のルールを作りたい、うん、今ヨーロッパでも失業は問題になっていますが 首都ののど真ん中に派遣村が現れたのは日本だけでしょ働く人の3人に1人が不安定雇用となり年収200万円以下の働く貧困層といわれる人々が1,000万人を超えて広がっています。私たちは労働者派遣法を抜本改正し雇用は正社員が当たり前の社会を作る労働時間を短縮し過労死を根絶する。 最低賃金を時給千円以上に引き上げ、働く貧困層をなくすなど、人間が人間らしく働ける労働のルールを作ろうと提案しています。ヨーロッパに比べると、社会保障も貧困ですよね。そうですね。後期高齢者医療制度などという、お年寄りを差別する制度を作っているのは日本だけです。うんうん、日本では、医療費の窓口負担が入院・通院とも三割ですが、こんな国も、 主要国はありませんヨーロッパでは多くの国が窓口負担は無料なんですよ私たちは後期高齢者医療制度は撤廃する医療費の窓口負担はヨーロッパのように無料を目指すその第一歩として75歳以上の高齢者と子どもの医療費は国の制度として無料にしようと提案しています。 子どもといえば教育費も心配ですうちの子どもももうすぐ高校受験なんですがこの先の学費が心配です高校大学にかかる教育費は子ども一人平均でなんと1024万円こんな国も世界にありません私たちは高校の学費は無償化し返済不要の奨学金制度を創設することを提案していますお金がなくて進学を諦めたり 中東大学こういう子どもさんを一人でも作ってはなりませんこれは政治の責任です、うん、ぜひ実現してほしいことばかりですが財源の方は大丈夫なのでしょうかこれ政治の姿勢を変えましたらあの財源の問題解決がつきます、うん、第一は無駄遣いの一層です特に年間五兆円の軍事費を減らし年間二千八百億円の米軍への思いやり予算はきっぱり廃止します、うん 第二は大企業と大資産化への行き過ぎた減税を正し大分の負担を求めることですこの二つをしっかりやれば約十二兆円の財源が作れます、うん、今アメリカを見ても大企業やお金持ちに負担を求めてそのお金で庶民減税や医療保険を行うという動きになってますでしょ、うん、なるほど消費税を上げなくても大丈夫ということですねそうです軍事費と大企業 大資産化ここを正規としないで改革のメスを入れれば消費税に頼らなくても暮らしを良くする財源は作れますですからどうか安心して消費税増税反対の声を上げましょうもう一つの憲法九条を生かした平和外交ですが C さんオバマ大統領と手紙のやり取りがあったそうですねあの今年四月オバマ大統領があのプラハで核兵器のない 世界をを追すするという演説を行ったんですそこで私は「あなたの演説を歓迎します」「ぜひ核兵器廃絶を主題とした国際交渉を開始してください」ということを要請する書簡を送りましたそうしましたら先方から「あなたの情熱を嬉しく思います」という編書が届きました先日私は来日された国連総会議長のデスコトさんと会談する機会があったんですが議長は「 あなたがあオバマ大統領に宛てた書簡を読みましたあなたの見解に賛成ですぜひこの歴史的チャンスを生かしましょうと言われました世界は随分と変わってきてるんですね、はい、核兵器のない世界をというメッセージを私も演劇を通して伝えたいと思っているんですそれは素敵ですねぜひ被爆国日本から核兵器のない世界をという声を広げに広げましょう 共産党が目指す新しい日本がちょっとずつですが見えてきました私たちが目指す新しい日本とは一言で言えば国民が主人公の日本です日本国憲法には国民主権と書いてありますねところが実態は内政は財界中心外交は日米軍事同盟中心となっています この政治の歪みを正して憲法に書いてある通りの国民が主人公の日本を作るこれは私たちの日本改革の大方針なんです今度の選挙の後には建設的野党として頑張ると言っていますねあの自公政権を退場させたら民主党中心の政権になるでしょうその時には私たちは今日お話したような政策をどんどん提案して、はい、良いことには協力悪いことにはきっぱり反対という立場で 現実政治をを前に動かかすすそういういい仕事をしっっりりやりたいと思ってるんです民主党のマニフェストを見ますと日本の農業と米を潰す日米 FTA の交渉促進や国民多数の声を切り捨てる衆院比例定数の削減など危険な内容も含まれていますですからそういう問題が持ち上がったら私たちはそれを食い止める防波堤として頑張ります。頼もしいですね皆さん 日本共産党を大きく伸ばして自公政権を退場させ、国民が主人公の新しい日本に踏み出しましょう。絶大なご支持をよろしくお願いいたします。これからお話しいただくのは届出候補者の方々です。司会は前衆議院議員笠西明さんです。 日本共産党前衆議院議員の笠井明です私を含め比例代表東京ブロックの日本共産党の候補者を紹介いたしますはじめは小児科のお医者さん谷川智之さんですお金が心配で病院にかかるのが遅れ手遅れになる方や救急病院が見つからず亡くなる方が後を絶ちません社会保障費を大幅に増やし 命を守る政治を実現します次は女性の願いを国会へと頑張る池田真理子さんです貧困が子どもたちまで苦しめています雇用を安定させ保育所を増やし教育費の負担を減らすなど子育てを応援します次は東京の日本共産党の副責任者徳留一信さんです私は都内26の自治体 350人の農業関係者と懇談し食料の安全と自給率の向上そして都市農業の振興で共同広げてまいりましたぜひこの仕事をやらせてください私たちは東京から自民公明政治を終わらせるために全力を尽くします私笠井明は国会で1メートル1億円の外環道より暮らし応援をと追求し 憲法改悪を進める自民党を共産党さえいなければ変えられたのにと悔しがらせました被爆二世として核兵器廃絶地球温暖化ストップを東京から発信します比例代表選挙では首都東京で日本共産党を2倍3倍に伸ばしてください日本共産党の政見放送でした